こんにちは、ガスパです。ラスター2ですね。前回はノラを倒すためにね、病院に乗り込もうということだったんですけれども、未だに病院についていないということでですね、もう急ピッチで、ノラの元へね、向かいたいと思います。行きましょうか、エリー。まあ、一応銃とかを持って。さて、今日はね、一体何？口笛？何？どういうこと？おーい。やばいね。あれだよね。警告だよね。これ以上先行ったらお前もこうなるぜ。みたいな、そういうことでしょ。よし。登る？登ろうか。うわ、くそー、何これ。刺さったやん。口笛？やべ、なんかそういう民族みたいなやつがいるのか。抜く？長押しで矢を抜く。R1 長押し。いったー。矢が刺さっているとダメージを受け続けてしまう。なんだ、あ、来てるな。ちょっと待って。あいつら誰本当に。あいつら何なのマジで。あいつが矢で来るんだったらこっちもほら。もう文明の利器を奴らに見せるしかないようだな。来た。1、2、3人か3人。あっちにもいるな。4人ぐらいいるぞ。はいと。え？ちょ、バレる？ちょっと待って。あかん。あかん。もう。直線で逃げちゃダメ。え？いや、お前ら。お前らの精度えぐない？ちょっと。うわ。オッケー。おめえ一人だけだった。よこせ、この武器。くっそ、あの野郎。矢持ってるやつが厄介だな。え？ちょっと待って、俺も。あ、ちょっとマスク邪魔だな。ダメだ。ダメだな。俺ちょっと前まで歯に矯正しててね、歯並び良くなったのはいいんだけど、口笛がものすごく下手になった。どうでもええわ、お前は。オッケー。オッケーではないけど、え、他にもいる？ちょっと待って、この棒。オッケー、この棒強化しとくじゃあ。あ、ダメだ。テープが足りねえわ。何人殺した？ 3 人ぐらい殺したかな。なんだよ、これから先こういう民族みたいなのがうちゃうちゃいるのか。あ、いた。いや、向こうは見えてるんだろうな、俺のこと。なんかさ、今までの普通の敵と違うんだもん。なんか、やけに視界がいいというか、遠くまで見えるというか。え、どこ行った？いた。いやいや、殺せ、殺せ、もう。いた、見つけた、後ろにいた。ほふく前進で行けばいいかな。もうこの木々がだいぶ助けてくれるわ。いや、行くわ、もう。来い、来い、来い。よし、来た。オッケー。ちょっと待って、お、じゃあ俺も矢で行くわ。こいつらがスカー。あー、はいはいはい。お、倒した全員。病院。え、病院、ほんとどこだよ、ここ。このスカーとウルフたちがこう敵対してるのかな。いや、ちょっと怖かったね。物陰に隠れながら、なんだかんや倒せたけど、がっつり面と向かって戦ってたら多分勝てないと思う。どこどこ、ここ。ああ、やっぱり、B ゾンさんが来ないように、こうやってね、家具とか置いてドアを塞いでたのかな。よし、じゃあもうこの辺りも調べてみるけど、まあ俺、だいたい分かってきたのが、建物に入ってすぐは敵は出てこないっていうのが、なんとなーく分かってきました。じゃあ今さっき斧を拾ったから、これ解凍できる。お、できるね。おー、何でも活用するね。ハードオフかっていうぐらい何でも活用するな。ドッペルゲンガー、トレーディングカード手に入れました。よっしゃ、もう着々とね、カードは手に入ってますよ。これ攻撃力は ?60 か。はいはいはい。まあ、ここら辺は結構物資が豊富というかね。ほら、すごい、なんか物資に困らないんですよね。家がいっぱいあって、で、家一つ一つもちゃんとでかいんだよね。あれ？あ、これ回復だったの？すげえ、HP 回復したから。これは知らなかったな。よっしゃ、洗濯機何個ある？この家。あ、金持ちの家だな。あ、でも外からちょっと見られんのが嫌だね。外の住人からさ。ダメだ。開かねえ、302。大丈夫？アルソック来ない、大丈夫？装備品だ、なんだこれ。ベルト？やったね。やったねって、ベルトじゃん。両手武器ホルスター。あ、オッケー、もう一つ増えたと。なるほど、なるほど。あ、これで素早く切り替えることができるのね。じゃあ、これをショットガンにして、こっち側を弓矢にしとけば、ほら、素早く切り替えることができると。わかりました。で、お前は誰だ？はい、読んでください。
このメモを見つけたかで、私の妻、ペイジが、パイクとコンベンション通りのバーの、いやちょっと待って今読んでるから、通りのバーの向かいにある古いカンファレンスセンターで私の帰りを待っています。この薬をどうか彼女に届けてください。彼女は妊娠していて、この薬なしでは命を落としてしまうでしょうと、戻れると思っていましたが血を流しすぎてしまったようです。漏れの中を全速力で走っている途中、口笛の音が聞こえると、次の瞬間脇腹に矢が刺さっていました。あ、さっきエリー刺されたからね、僕なら安全だろうと思い隠れたのです。これが最悪の状況というやつですね。少し寒気がし始めました。どうせ病院からこんなにたくさん薬を盗むなら、ね、ついでに血液を盗めばよかったと。で、これが書き消されてると。はい。すいません、つまらない冗談を。きっと妻も言うでしょう。いつもつまらない冗談ばかり言うと。もしページを見つけたら私安らかに行き、彼女と子供が幸せに暮らせるよう願っていると伝えてください。そして愛していると。ああ、それと、もし男の子なら、私の名前を付けないように伝えてください。前に二人で選んだ名前を付けるようにと。サイモン・ビッカーズ。ほう。なるほど。お前がサイモン・ビッカーズか。ああ、左利きだったのかな、うん、ペン持ってるし。はあ。で、俺はこの薬をもらおう。よし。ひどいね。ありがとう。悪いけどもらってくよ。ありがたくもらっていきます。お、これで強化できるから。よし。サプリが結構揃ったんで、78もあるわ。忍耐。通常なら死んでしまうダメージを、わずかな体力を残して生き残り、体勢を立て直すチャンスを得る。習得しましょうか。ほら。サバイバルのところはもうこれで全部生まれましたね。スペシャリスト。さすが。慣れてるからサバイバルは。なんだこれ。フェデラ病院。災害復旧センターと。ここ行けば病院近いと。ここ通れそう。行きましょう。え？また奴らか。スカー？ウルフ兵？ウルフ兵が拷問にかかってる。あ！え、ちょっと。1,2,3 4人いるな。うーわ。やばいな、おい。解放されたな。え？解放された。生き残りを探すぞ。お導きください。ちょ、なるほど。ちょっと宗教まがいな奴らが。やべえな、これは。リリーの話聞いたか。聞いた。こっち来てるよ。恥知らずね。こいつを。まあ予想はしてたけれど。あいつの姉もな、正直驚いた。母親がかわいそう。ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、俺。つかむ？待って、動くな。あー、こいつら口笛吹くからな。目の前のやつに助けを求めるとかじゃないもんな。口笛吹いて。あっそ。やばいな。いやあ、マジか、ここで仕留めるしかない。おぶのくそ、どこだ、ない、あそこか、おい。くそ、何人いるかもわかんない。お知らなかった。偶然殺した。チャポンって、いた。くそ、待て。やつ近づいてくるな。待て、ちょっと待て。いや、心理戦だな。おい、じゃあ、ダッシュ。よし。いや、ちょっと。いや、割とここはスムーズに倒せたんじゃない？いや、まだいるでしょ。これだけだと思わないけどな。うわ、腹えぐられてるわ。最悪じゃん。ちょっと待て。え？どこにいる？いた。あそこにいる。ちょっと待て。うわ、ダメだ、布がねえからサプレッサー作成できねえわ。いや、やっぱサイレンティングキリングした方がいいかな。上にいる？あそこにいるのか。あ、オッケー、作れる。オッケー、これで作れるわ。よっしゃ、偶然見つけた。あいつだけだったらもう、こっそり近づけるよ、俺。オッケー、カロリーメイト。オッケー。なんだ、これ。バレるのか？こいつらの近接武器全部強えな。ハンマーとか斧とか。テッサードもあるんちゃう？もしかしたら。何？いや、ほら、どこにいる？上？そこか。やっぱりサイレンティングキリングしながらじわじわと近づいた方が、
効率がいいかもしれない。向こう側だよな。俺側から来てない？来てないよね。よし。じゃあ全員あっちだわ。ここから見れるんだったらもう、あの、うおぉ！よっしゃ、ちょっと、ちょっとタフなんだよ、お前。パイプ、こっち何がある？てめえ。うわ、ダメだ。ブスだった。なんだ、上行けって感じかな。よっしゃ、とりあえずカロリーメイト、来た。よし。え？オッケー。いるか、カロリーメイト。ここから野外戦だな。行くよ。命中。この BGM が鳴り止まないということはまだどっかいる。死んだ。もういない。え、いない？オッケー。こいつらマジイカれてる。お、いない？よし。オッケー。きっとトミーはもっとうまくやってるよね。いや、我ながらいいんじゃないの？全然 HP も削れてないし。いや、ほら。えぐいってお前らの武器。切り替えよう。うん。いるじゃん。え、どこだ？サーチできないんだよ。遠すぎて。やばい。ちょっと、車の下。狙えるな。よし。オッケー、まだバレてない。まだバレてないよ。トラックのそばだよ。何？うわ、覗いてきた。お前らの武器えぐいって。もうそれにただびっくりしてるわ。全員消えた？オッケー。この町最悪。いやもう最悪だよ。もう二度と来たくねえ。で、病院どこ？そうだよ。よく言ったよ、お前。もう俺と全く同じこと考えてる。メルシーって書いてあるけど。何？フランス？鍵かかってるよ。大丈夫？余裕だわ。化粧品かな？エリ化粧とかしないのかな？いや、アイテム見つけられるものはね、見つけて、まあこんなもんかな。ここ？エグジット、ここですね。よし。よし。うわ！くそ！いやいや、あかんしょ。え、なに？ぶっ殺してやる。ぶっ殺してやる。ほらほら、どうよ。めっちゃ来た。あかん。めっちゃ来た。いや、あいつ倒せたのでかいよ。え、あいつ2発って。いや、構えてんな。痕跡がないわけねえだろ。目の前の男殺してるんだから。どこにいる？あ、そこにいる。じゃあここに来た瞬間、来い。よし、来やがれ。え、そっち行っちゃった。よし。バーカー。うわぁ！気づかんかった。待って、来い。あ、すごいな。距離の取り方がうまいな。あ。いやぁ、やばかったね。いや、お前すげえびっくりしたわ。こいつ。見てこいつの武器。なんかの神様みたいな、そんな武器でしょ。くそったれ、お前、スキンヘッドやし。あ、じゃあ行くわ。はい。メルシー。いや、ていうか、あいつら強すぎじゃない？マジで。よし。いや、視界とかさ、すげえ遠くまで見てくるし、今までの敵だったら気づかれないような動きもさ、気づいてくるからさ。で、何より近接武器の強さよ。よし、ここ通ったら病院？うわ、なんて安心感なんだ、光っていうのは。あれか、病院。いや、違うわ。違う。カロリーメイトじゃない。これ。そう、これをしたかったの、俺は。待ってな、ノラ。ここ通ってって、え、大丈夫？酸素とか。どこだ？あれ？あそこいるな。あ！これ、ラスアス2のトレーラーで見たよ。こいつの後ろから回り込むんでしょ。で、ナイフを首に当てるっていう。何聞いてんだ、こいつ。叫んだら殺す。手を挙げて。ねえ、落ち着いて。ノラってやつ知ってる？知ってる。どこにいるの？病院だよ。病院のどこ？上の階から荷物運び出してるから、そこにいるはず。くそ。上の階。やっばやっばって、お前。お前がやったんや。何こいつ、何聞いてんの、何これ。
え？ちょっと、うちのカロリーメイトぶっ壊すぐらいの。うわぁ、カロリーメイト無駄したわ。せっかく D に持って行ってあげようと思ったのに。もうノラ結構近いんじゃない？ 2 階上がりましょうか。おっと。ウルフヘ。上に行かなきゃ。こっちから？あ、違うね。いや、こいつらをくぐり抜けないといけないな。よーし。まあ、なんていうの？兵士が彼女だと会うのに都合いいんだよね。兵士が彼女？そうかい。覚えとくよ。いや、いっぱいいるな。上にもいるし。やばい、バレた。侵入者だよ！くっそ！まだ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 。くる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 。お前素手で来るなら、よし。何持ってんだあいつ。あ、オッケー。見えてないな、俺のこと。うわ。なに、ちょっと待って、犬？犬いる。うわ、犬がいる。あかんあかんあかん。ちょっと待って、犬が。ちょ、あの犬。オッケー。ベアベアって名前のあいつ。うわ、申し訳ない。いや、めちゃくちゃいるな。やばい、俺死ぬ。ちょっと待って、ちょっと待って。うーわー。オッケー、スキル強化してなんとか助かった。よし、来い。痛い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 。うわー、まやら。あそこにいる。殺すわ、こいつ。こいつ殺すわ。あかん。避けて、避けて、よし。はい、はい、はい、はい。早いな、お前。うわ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 。あー、まずい。くっそ。やばいな。いや、もうショットガンで行くしかねえな。ショットガンで接近して、もう、顔面にぶっ込むわ。来い。くっそ、上にも。オッケー、いた。よっしゃー、はい。いや、見てほら、エリーの息遣い。オッケー、ハゲ取るやないか、お前。なら。あいつだ。よし。よし。うわ、うわ、ベア。申し訳ねえ。こんな風にするとは。もっといい飼い主に飼われるんだよ。いない？いない？大丈夫？あそこ？あれが病院か。オッケー。あそこに行かなきゃいけないのね。こっちだよ。なに？うお。なになになに？逃がすんじゃないよ！そこか。そこか。オッケー、オッケー、オッケー。ダグ、急に大声出すなよ。勝又か。え？あれ？ちょっと、ああ、もうほら、エリー、バグった。もう、なんてことだ。くっそ。いいよ、もう完全にステレス迷彩で行くよ、じゃあ。よし。大丈夫、効かないよ。もうステレス迷彩だから、俺は。あの野郎。あそこに隠れた。どこだよ。叫ぶな、もう。こっち来い、じゃあ。飛んできて。そんな見えてないの、俺は。プレッシャーかけてこい。プレッシャー、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 おい、プレッシャー。おい、ちょ、ふざけるな、あいつ。くっそ、なんてこった。見えてんのか、この私が。いや、どうしよう。え、どうする？え、もうどうする、このバグ。ちょっと、このバグどうしてくれる？ああ、もうこのバグどうしよう。はい、どうも、今日はフォトモードの使い方だ。フィルターは、鮮やかにするととてもいいと思う。わほ。え、なにえ、なに、俺クリアまでこれですか？もしかして。感染レベル、何になったらこうなるんだ、レイリー。え、一応倒したいな。階段はどこ？あ、そう、階段を探してるんだよね。もうそれを忘れてた、俺。いや、あの、敵は別にどうでもいいんだ。取り逃してるアイテムとかあれば、ちょっとそれを取りたいんだけど、一応これだけ作成しといて、よし。工作か。作成って言っちゃうね。工作ね。はい。オッケー、オッケー、オッケー。うわ、2体いるな。遠いな。よし。よし。で、1人こん中入ったぞ。見たぞ。こっち来る？あ、こっち来るね、あいつ。よし。こっち来やがれ。バーカ。ほら、もう、
いや、病院だったら薬いっぱいあるでしょ。ね、強化できる。そういうのもね、もうガンガン飲み込んでいったらいいと思うよ。敵はいないね。これは完全に一掃したな。え？てか、どうしてくれるこれ。このバグどうしてくれる本当に。もうずっとこれ俺もしかして。マジか。まあ別にこれで進むけど、ちゃんと録画してる？録画してるね？してるね？オッケーオッケー。まあ、これ、もう結構カビ界だと思ってるから、これ。よいしょ、あーごめん、あーちょっとトイレ行ってたよ、うん、でこれでねスタートボタンを押してエリーがもしかしたらね戻ってるかもしれないじゃんね、行きましょうか、 GO。 何も変わんない。こっからは、こっからは何あ、向こうですか。うわ、ゲームに助けられてる。あ、はい、わかります。さっきから行こうとしてたんです。僕はあそこに。カメラモードです。フィルターはなしで。お、戻った。よし、カメラモードいじくってたら治ったわ。よっしゃ、これで、ノラに会える。よっしゃ、もう、あんな姿でノラに会ったらノラびっくりしちゃうよ。さあ、ここを上がれば、ここだべ。ノラいるべ、ここ。もしかしたらボス戦なんじゃないの？サプリ、工作なんかできればな。足りねえな、サプリメント。あ、これ使えるわ。よし。なんでもいい。とりあえず、強化できるものはすべて強化しておいて、で、ここら辺準備できるものはもう俺準備できるものはねえな。よっしゃ。行くぜ、ノラ、覚悟しときな。え、ちゃうの？うわ、もうめんどくさ。もう1時間10分収録してるんだよ。何の手紙だ？なんだ？物資リスト。おー、はいはいはい。そういったものがね、あればね、エリー多層嬉しいんですけど、この辺の雑誌とかは見れないっぽいし、あ、あっち側行こうか。あ、まあ別にね、割って向こう行こうとかっていう、そういう風には別に考えてないんで、なるべくね。いるよ。音楽が聞こえる。ん？ん？ノラ、あんたなの？こっからだ。いけるか？お、ここから見れる。あれか。お、ノラだ。アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったかハケ。アイザックに何か聞かれたら、私は思ってること伝えるから。うん、好きにすればったくくだらない。どれがノラ？ノラ。あいつか。巻き添えはごめんだからだ。あの緑色の服のやつかな。行くぞ。そっから見れる？オッケー、ゆっくりな。せっかく見つけたんだから。うん。え、バレない？大丈夫？え、丸見えやん。え？え、後ろいるんちゃう？あ、いなくなった。よかった。よし、じゃあ、ノラに、復讐、開始。静かに。あ、覚えてるこいつ。それ置いて。久しぶり。ねえ、覚えてるでしょ。何の用？アビーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！侵入者だよ！誰か！ねえ！
目が本気だぞあの野郎。なぜこっち。やろう、見失わないように。オッケー。ノラ早いな。逃がすもんか。どこだ、あっち。なやろう。え、どっち。こっちだな。よしよしよし、撃って。撃って、関係ねえ。もうお前以外見てないから。お前が見てない、お前が見てない。よしよしよし。いや絶対逃がさない。ここまで追い詰めてんだから。え、どっち。え、こっち。いやもう撃とうぜ撃とうぜ。え、撃っていいんじゃないの。びっくりした。お、さすが、さすがサバイバー。え、刺された。刺されたの。やろ。いや、さすがだね。もう普通のものだったら髪の毛引っ張り合ってたから。武器をつけろ。武器とか関係ねえ。来ないで。なんだよ。お願いやめて。誰だ。銃を下ろせ。見逃してあげる。あんたは黙って。両手を上げろ。下がって。逃げ場はないぞ。待て。下に向かえ。どうでもいい、ノラを殺したいんだ俺は。よっしゃ、どこだあいつ。ねえ、ねえ、どこ行った。咳が聞こえるね。エリーと違ってやつ免疫持ってないから、長い間ここにいると怪物になるよね。いや、ほっといたらほっといたでもう勝てるよね。じゃあめちゃくちゃ苦しんでる。この奥だ。行くぞ。見つけた。見つけた。見つけた。アビーはどこ。なんで王子吸ってるのに。あんたあの時の。あんたファイアフライ。ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ。行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい。あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの。で、どうするの。友達を売るつもりはないね。